ガガチキン、ガガチキン。ほら、いいやん。あ、めっちゃ反応してる。まずピーちゃん、ピーちゃんから、ピーちゃんから。お客さんです。ご協力ありがとうございます。結婚してるね。結婚してるのかな。ちょっと真似してましたよね。今もう回ってるか。もうさすが、さすが、さすがピーちゃん、すごい。うん、楽しい。もちろん甘い。やっぱしてる人じゃないですか。でもインコってこのインコって音が低い方が聞こえづらいみたいなのある。ああ、高い方がいいのか、音はもしかして。面白いですね。面白い。それじゃないか。近づくのは音違うやつ。楽しいんだ。痛い痛い。痛い痛い。痛い。どう？しゃっ。わ、あ。まあ、ピッちゃんが鳴らす、あ、鳴らしてる鳴らしてる。楽しい、ピッちゃん。めっちゃ楽しい。ちゃんは楽しそうだけど、サスケ、サスケ。あ、ゆきちゃんは。めっちゃ穴入ってそうなんか。あ、あ。あら、なんか鳴らな。あ、喉が。もしかして喉これ。喉やられちゃった。喉が。はい、喉やられました。園内の動物たちにもこれを試していきたいと思います。ガーガーで、ガーガー俺の手めっちゃ寒ねはい、カップラーですこれ餌じゃないよなんか関係ないけど。ダルですね。うん。僕はもう別にすぐ逃げると思うんですよ。そう。俺持ってくんじゃないかと思ってるけどね。うん。まあ。ひかりちゃん、ひかり、ひかりちゃんならどうだろう。ひかり、ひかりおいで。ひかりちゃん来たよ。ひかり、ひかりちゃんおいで。うわいだ。はい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 、頭に起きた。はい。はい、逃げた。ダメ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 違う違う違う、まあ結果的反応したのはインコたちと犬は、あれ反応してないですよね、ただ遊んだだけ、うん、遊んでたね。ガガチキンかどうかあんま関係ない、おもちゃみたいな、おもちゃ、うん、まあ総括としてはやっぱ動物は可愛い、可愛い、ガチキン可愛い、ガガチキン関係ないけど、うん、可愛いと、そう、はい、ガガチキンあってもなくてもまあ可愛い、うん、まあ、ある必要は全然なかったわけですね。